人気美少女 TikToker さん、加工と無加工の比較動画が作られ、人気漫画ワンピースのバスコショットに似てると言われてしまう。ということで見ていきたいと思います。事の発端はこちらの動画ですね。こちら人気美少女 TikToker の砂ずりかりんさんの投稿動画をねまとめた動画が、このように第三者によって作られているわけなんですが、しかしこの動画、普段ご本人が投稿されている動画と砂ずりかりんさんがねモデルプレスという媒体に出た時の動画が一緒くたにまとめられてしまっているんですね。つまりこういうことですね。普段の動画とモデルプレスさんが撮影して投稿した動画とで印象が全然違うじゃないかと。まあ、つまり加工と無加工の差に注目が集まってしまったわけなんですね。で、これを見た TikTok ユーザーの方々からはこんなコメントがついてしまいます。バスコショット、バスコショットって言ったやつセンスありすぎ、バスコショットわらわらわらとね。まあ、つまりバスコショットに似てるんじゃないかといった意味合いのコメントが結構寄せられてしまったわけですね。で、バスコショットというのがこちらですね。こちら人気漫画ワンピースに登場する通称大酒のバスコショットですね。海底監獄インペルダウンのレベル6から脱獄した凶悪囚人の一人で、現在は黒ひげ海賊団8番船船長を務める人物です。で、このバスコショットにね似てるんじゃないかというあまりにも失礼すぎるコメントがついてしまったというわけですね。で、こういったコメントに対してね、今度は逆に、つまりバスコショットも可愛いのではといった声が上がったりですとか、それを言ったらバスコショットに失礼になるだろう、一番悲しんでるのはバスコショットといったね、逆にバスコショットに対しても失礼なんじゃないかといったコメントも寄せられたわけですね。ただね、今回加工と無加工の印象の差がね、結果バスコショットコメントに繋がってしまったんじゃないかというだけでね、無加工でも普通に可愛くて羨ましいですといった声や、普通に可愛いんだが元もといった声もねかなり上がっていました。実際この砂ずりかりんさん YouTube でもね活躍されているんですが、 YouTube のコメント欄ではスタイルも良く顔も可愛いと非常に話題を呼んでいますからね。また今回ね、動画でもここまで加工できるんやなといった声や、こんなに変わるんだといった加工アプリの凄さに驚いている方の声も多く上がっていました。こちらタレントの大久保佳代子さんがね TikTok の加工の闇を暴いてしまった動画なんですが、ご覧の通りね、現代では驚くほど簡単に加工ができるということでね、もはや私たちが見ているのはね全て作られた偶像なのかもしれません。以上、ご視聴ありがとうございました。